はい、こんにちは、ブルホスです。今日は心理学本に関するテーマですね、の話をしていきたいと思います。まあ、結構ね、入門書に関して、もうすでに研究結果としてひっくり返されているにもかかわらず、これが当たり前の常識、心理学ではこう言われてます、みたいなね、話が結構多かったりするんで、そのあたりっていうのが実は嘘ですっていうことを、ちょっと証明していきたいというふうに思う。証明というかね、まあ、ひっくり返されてるんで気をつけてくださいねっていう話ですね。で、入門書って結構危ないですよ。なぜかっていうと、幅広くて情報として載ってるだけっていうレベルだったりするんですよね。で、まあ、この動画見ていただいてるっていうことは、心理学に興味を持っていただいている方がいるからってことだと思うんですけど、まあ、いざ勉強をね、始めようと思って、まあ、手軽にね、YouTube とか、それから書籍っていうのに手を伸ばしていただいてるかと思います。ただ、中には幅広く心理学っていうものを紹介している。本当は心理学ってね、まあ、いろいろあるんですよね。行動心理とか認知心理とか進化心理とかっていうの、いろいろなんとか心理っていうのがついているものがいっぱいある中で、初心者向けの本の中には、実は研究結果の上で間違ってるぜっていうものが証明されているにもかかわらず、正しい知識として紹介している危ないものもあったりするんですよね。なので、入門書を片っ端から調べた、これも間違ってるのに、堂々とこう出している書籍がないかっていうことをめちゃくちゃ調べた方がいらっしゃるみたいで、その方が出した結果っていうのを今日見つけてきたので、それをご紹介していくという流れですね。で、よくあるデマとか、それからまだ白黒はっきりしていない、いわゆる定説と呼ばれるものっていうのを紹介していきます。なので、入門書から勉強し始めて、ドヤ顔で知識を披露したら実は間違っていたっていうようにならないように、正しい知識っていうのを、あるいは白黒はっきりついてないから、言い切らないで済むようにっていうことで、今日の動画見ていただけたら嬉しいです。はい。じゃあ続いていきましょう。で、心理学的にまだ決着のついてない説っていうのがいくつかあります。で、今日ご紹介するのはその中でも5つですね。1つ目がメディアと暴力っていうところの話なんですが、これ何かっていうと、テレビとか、まあ、ゲームの暴力的なシーンを見ると、ね、例えばそのヤクザモノでこう殴り合うとか、それから、どうでしょうね、ゾンビモノでこう人を撃つとかっていうような暴力シーン。とかを見ると興奮してしまって暴力に関する犯罪を犯しやすくなるんじゃないかっていうことが言われているというところなんですが、実はこれってまだ決着がついてないんですよね。本当に暴力的になるのっていうと、そうじゃないんですよ。例えばじゃあポルノ、まあ、いわゆるアダルティーなやつですね、に関する規制が今強化されてますよね。昔だったら女性の裸体がこうね、志村けんのバカ殿様とかね、ドリフターズとかでポロ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 出てたと思うんですけど、今そういうの絶対出さないじゃないですか。で、じゃあそれを規制したけど、今そのポルノ犯罪との因果関係どうなのっていうと、そこは因果関係ないよっていう結果も出たりしてるんですよね。これって暴力の話にも転用できると思うんですけど、じゃあ暴力が広く見られる世の中であると、暴力犯罪っていうのが増えるっていうのがイコールっていう考え方が持ちうるのであれば、恋愛ドラマを見ている現代人がもっとこう出ないじゃなくて、ね、恋愛ですねに興味を持って結婚をしたりとか子供を作ろうぜっていう風になっててもおかしくないのに、そうなってない。むしろ結婚がどんどん遅くなったりとか、それからまあ子供少子化が進んでるってことは、メディアが発信するものに影響が受けるっていう説は、こうなんか暴力に限ってあるっていう話を持ってくるのはちょっと疑問なんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、続いてステレオタイプっていう話ですね。これ考え方の固定化っていう意味になるんですけど、例えば女性は数字が苦手とかね、地図を読めないとか、それから老人は物忘れが激しいみたいな、この人はこうだっていうふうに決めてかかってしまうと、実際にそういうふうに決められてしまった人、決めつけられてしまった人っていうのはその通りになっちゃうっていう説なんですけど、これね、言われたから、自分は物忘れが激しいのかなとか、数字が苦手なのかなっていうふうに勘違いしちゃう人もいれば、いや、そんなことはないよっていうふうに反発して、その決めつけてきた人が思っている以上に能力を発揮するっていう人もいるというところなんで、これは正直どっちもとも言えないよねっていうのが今の段階での研究結果です。はい。だから、言われたから能力が下がるっていうのは今のところはデマだっていう話ですね。それから、叩く子育ての 悪影響、いわゆる体罰っていうものですね。よいしょ。体罰っていうものです。で、体罰については研究も進んでて、30年以上かな、研究を行ったっていうものがあって、その中でいくとメリットっていうのは一切なくって、暴力を受けて育った子供に関しては、攻撃的な子供に育っちゃうと、物にすぐ当たったりとか、すぐに暴力を振るったりとかっていう影響が出てますよっていうことなんです。で、それについてでいくと、デメリットしかない、要は攻撃的な子供に育つが、ただただ何もしない、その、
影響がない状態で終わっちゃうのかっていうマイナスかゼロという結果しか出てないんですよね。ところがまだ未だに、いや子育てにおいて体罰を使うのは OK なんだってかした方がいいっていう論文も多くあるらしいので、完全にそのマイナスかゼロかっていう結論っていうのは出せてないということなんですね。ただ教育をするにおいて、なんかね、某ね学校なんかでは体罰はなんか神聖なる教育だみたいなこと言ってるとか人もいますけど、まあ、暴力で必要なのっていうと僕は疑問ですけどね。実際メンタリストの大吾さんが出してくれてる論文の話なんか出たら、体罰は悪影響だ、悪影響しかないって言ってくれてるんで、僕はそっちを取りたいんですけどね。まあ、ただできてないっていう話です。で、進化とパートナー選びっていうことなんですけど、まあ、生物のその本能的な話で優秀な遺伝子を残そうというのが、まあ、進化を図ろうという中で生物の本能として備わっているんですね。ところがそこに対してちょっと物申している人たちっていうのもいて、本能じゃなくて社会的な要因も絡んでるんだぜっていうことを言ってる人もいます。例えば育ちの良さとか、お金を持ってるかどうかとか、社会的地位影響力かどうかとかっていうところですね。で、ここが理由でそのパートナーを選んでいるっていうのをこう挙げている研究者もいるんですよね。まあ、ただ僕個人として、まあ、個人というか一般的に考えればなんですけど、どっちを欲しいっていうふうに思ってるのが人間探しじゃないかなと思うんですよね。その例えば一般のその人間以外の生物、ライオンとかお猿さんとかね、馬とかっていうのだったら、別にその綺麗かどうかとか、お金持って、お金はないですからね、社会的地位、そのなんかオス猿とかっていうのじゃない限りとかは、そんな本能的になんかね、気に入った人を選ぶと、気に入った相手を選んでると思うんですけど、まあ、じゃあその美人でイケメン、美人をはイケメンかつお金持ちをはお偉いさんみたいなのだったら、まあ、それは美人でお金持ちとかイケメンでお偉いさんの人を選ぶっていうのが通常だと思うんですよね。ただじゃあイケメンだけとかお金持ちだけっていう場合だったら、どっちを選ぶのかっていうと、まあ、それも人によるんじゃないのっていうところですよね。見た目を選ぶ人もいれば、ステータス選ぶ人もいると思うんで、はい、中身は相手選ばれていらなかったですけどね、うん、ということで続いて抗うつ剤の効果っていうところですね。抗うつ剤に関しては本当にうつ病とか不安に効くのかっていうはっきりとした効果出てないので、実はないらしいんですよ、研究結果として、はい、なので抗うつ剤をうつ病になったらすぐに打ちましょうっていうのは、ちょっとまだ待ったかけた方がいいっていうところですね、はい、これがまだ心理学的に決着のついてない話1個線というところでした。じゃ続いて完全に否定されている説ですね。間違っているので言っちゃ恥ずかしいというものなんですけど、これは1つ目、キティ・ジェノビーズ事件というものがあって、これ何かっていうと、ある深夜に女性が暴漢に殺されたっていう事件なんですね。その際に目撃者が付近の住民で38人いた、しかし誰も通報しなかったっていうね、なんちゅうことが起こったっていう話なんですが、傍観者効果っていう心理学用語、要は誰かがやってくれるから私は何もしなくていいだろうと。例えば駅で誰かが倒れた際に、こう周りに誰かがいるから救急車誰かが呼んでくれるし、誰かが駆け寄ってくれるから私は何もしなくていいです、スーッて素通りしちゃう人が多いっていうのは、この傍観者効果だって言われたりしてるんですけど、まあ、その後の調査で本当は実は誰もこの女性が殺された瞬間を目撃した人がいなかったっていうことが発覚したっていうことなんですよね。まあ、なんかリーガルハイ2の安藤キワ事件のようなイメージなんですけどね。これは実はなんか誰も通報しなかったのは傍観者効果が起きたからじゃなくって、そもそも誰もいなかったからっていうことなんですね。まあ、リーガルハイ2に関しては、まあ、もう何年前、7、8年前のドラマなんでね、分かる人いてくれたら嬉しいです。まあ、それはいいとして、続いて戦時中の洗脳ということで、洗脳に関しての話なんですけど、朝鮮戦争で捕虜になった兵士が洗脳されてね、なんか特殊な訓練を積んだ人が洗脳をして、で機密情報を喋らせていたっていうものがあるんですけど、実は洗脳ってそんな簡単にできるものじゃなくって、その機密情報を喋ったのは無理やり拷問で吐かせていたからっていうことが発覚したっていうことなんですね。だから洗脳って本当はできてないよねっていう話なんですよね。だから洗脳はなんかできるんだぜっていうのはあんまりこう証明されてないっていうか、証明そのものがされてないので、洗脳はできるんだって言っちゃうと恥ずかしい目にありますということです。それから脳は 10% しか使っていないっていうことなんですけど、まあね、よく言われているのが脳科学の話なんかでも、多くの人間っていうのは脳を 3% とか 5% とか 10% しか使っていないっていう有名な説があるんですよね。で、なぜかっていうと、脳をなんか 100% フル回転させてしまうと、一つの大きな原子力発電所くらいのなんかエネルギー量を使うから、人間一瞬で餓死しちゃうなんていうことが言われたりもしてたんですよね。僕も脳科学の勉強した時、そんな
ページを見たことがあるんですけど、でもこれってなんでじゃあそういう考えが広まったのかっていうと、まあ、いろいろ説がある中で一つ面白いなと思ったのが、アインシュタインが我々は脳の 10% しか使っていないみたいなことを言ったのがきっかけで広まったっていう説があって、これは面白いなと思ったんですよ。ところが実際は何パーセント使われているかっていうことは分かってないんですよ。だからはっきり 10% 使っているっていうのは現時点では嘘だっていうことを言わざるを得ないと。 3% って言ってもいいし、 5% って言ってもいいし、 10% って言ってもいいし、 100% だっていうことを言ってもいいということなんで、これ結構言っちゃうと恥ずかしいので気をつけてください。で、続いてですね、モーツァルト効果っていうもので、これはモーツァルトの作品ね、トルコ行進曲とかフィガロの結婚とかっていうのを聞いて育った子供はめちゃくちゃ頭がいい子になるって言われてたんですけど、テストを実際に受けさせてみると、聞かなかった子と比べてそんなことなかったよっていう残念な結果が起こったんで、だから子育てするにはモーツァルト聞かせた方がいいっていうのはもう完全なるデマなんで、もう伸び伸び育てる方がいいですよと。むしろなんていうでしょうね、小さいうちは運動させた方がいいです。そうすると脳のキャパが増えるんでね。はい。で、続いて、なんでじゃあ嘘の情報が書かれてるのっていうことなんですよ。その心理学の入門書とかに。それっていうのは、心理学に限らず、学問って幅広いんですよね。いろんな学問があって。で、しかもその情報っていうのは、研究に研究を重ねていくので、データとか、その情報とかっていうのが常に書き換えられていきますから、残念ながらその時は正しいって思われていた情報っていうのが、後になって違ったっていうことも当然あるんですよ。ただまあ、その書籍が刊行された時点で、まあ、否定されている情報を堂々と書くっていうのは、その著者の明らかなリサーチ不足なんで、それはどうかなっていうのは思うところなんですけど、まあ、それはいいとして、まあ、情報が正しいかどうかっていうのは常に疑いの目を持つっていうのは非常に大事だと思います。ですから、より深い勉強をしたいのであれば、まんべんなく書かれた心理学入門書みたいな、こう幅広いものではなくて、なんとか心理学っていう一つの分野に絞った専門書とかっていうのを読む方が圧倒的にいいということです。ですので、勉強のシングルタスクっていうのをぜひ進めていただくのを今回お勧めいたします。ということで、心理学本のデマというお話を今日はしました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。